演舞開演。どうも、本日はこちらセブンイレブンの北海道産ジャガイモのフライポテトを食べたいと思います。冷凍食品のフライポテト、フライポテトのレビューは初めて見ました。いや、前の検索品、いや、まだやってないです。なんでこれ、このままで加熱できるということですね。ですので電子レンジで温めています。ご対面は少しお待ちください。温まりました。では早速開けてみたいと思います。どうぞご対面。ではいただきます。あー、ただ出来たて熱々もおなじみですね。各ジャガイモがほっとくれ、外側のパリ、皮もしっかりと食感が全然気を取らない美味しさのフライドポテトでした。あと、お好みでお塩をかけても当然美味しいです。まあ、お好みでお塩かけても当然。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。